明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤーということで、聞こえてますか？コーンあずき、あずきでーす。はい。あ、今年初配信だから大丈夫かな。大丈夫か、大丈夫か、できているのか。できて、できて。ラグが。あげましておめでとうございます。あ、みんなハッピーニューイヤー2021、どうぞ今年もよろしくお願いします。あずきです。名前だけでも覚えて帰ってもらって。そう、今年はでも本当にまだ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 ね、世界が落ち着かないという感じなので、まあ、ライブもね、リアル会場でできなかったり、まあ、オンラインでまあやったりとかはやっぱまだしばらくね続くんじゃないのかなというふうに思っているんですけど、まあでもそんな中でできることはやっていきたいなということで、そう、今年はですね、あずきんち、このですね、あずきんち配信を週1話やる週1話やるっていう目標をここに宣言したいと思います。宣言しちゃった、ここに。ここに宣言したいと思いますので、はい。なんでまあね、あんまりあのですね、あずきあんまり話が得意じゃないんですけど、まあみんなといろいろ話せるように頑張ります。あとはゲームやったり、歌を歌ったりなど。言ったなって言われた。あ、そう、あとはですね、そうだな、なんかなんだろう、なんかこうゆるくてもやろうみたいな。そういう感じでなんかやっていきたいかなと思います。はい、無理せずに、ありがとう、無理せずに。そうだね、なんかそうそう、そらちゃんがマイクラやろうって言ってくれたので、そのそうだ、マイクラをもうどのバージョンを買ったらいいんだっていうところから今積んでますけど。はい。ちょっといろいろ調べながらやれることをやっていきたいかなと、のんびりと、そうですね。のんびりとやっていきたいかなと思います。あとは今年、そうですね、やっぱり音楽を歌っていきたいし、あとね、曲作りをやっぱしたいなと思っていて、でなんかみんなのなんか記憶にね残るなんか曲をやっぱ作っていきたいなあというふうに思っております。あとはあとなんだろうな、ね、抱負としてはもっと歌を上手くなること。もうこれは永遠の課題なんですけど。歌が上手くなりたいっていう。ので、まあ歌は歌っていかないと上手くなんないから。あとですね、2021年はそう、新衣装がお披露目がどこかである予定なので、そちらもぜひ楽しみにしていただけたらなと、いただけたらなと、お待たせして、して、しちゃしてしまっているんですけれども。はい、そう、なのでいろいろね、今年も始まったばっかりということで何が起こるかわからないんですけど、でもまあ自分で決めたことはなんかちゃんとやっていきたいです。はい。